サイキックサーカスっていうバンドは、ね、結構だからサーカスっていうアルバムあるから、はい、生のホーンセクションとか違ったんですよ。そうそう、だってドラムの平太郎さんが団長だか座長だかそんな感じのね、そんな風に似てるんで、生のあのホーンセクションをね、うん、使ってたわけですね。あのトランペット、うん、トロンボーン、生はいいですかね、サックス使ってたわけですよ。そんならなんかその、うん、まあ使ってて、ほんでまあなんかそのとある人から連絡があってですね、はい、そのいやうちねだからそのすごい若い子たちで、はい、そういうなんかあのやってる子がいるから、うん、そういっぺんだからお手合わせ願えないでしょうかみたいな感じで、人の紹介、人の紹介でさ、ホーンセクションを紹介してもらったので、はいはいはい、5人ぐらいね、はい、紹介してもらったんですよ。そのホーンセクションのバンドの中のベースだったんですね。そうそうそう、うん、でうちだからベースもおれんかったから、その時、はい、ベースもお願いしますよって言って、そのサポートでやってもらって、はいはい、そこはそこが出会いですね。最近聞いたから、それじゃサポートベースとしてって、サポートベースです。はい。で、まあやってるうちに、うん、すごい楽しくなってきたからって言って、うん、とかまあいろいろよく使って、これだからやってくれるっていうことになったんですよ。それは最近サーカスやってる最中にメンバーになったってこと。そうやね。だから初めはだからサポートで入ってきてくれてたけど、うん、その。なまあ、最初にだからメンバーになって楽しくなって、じゃあメンバーでやっていこうかっていう、やっていこうやっていこうって言って、うん、でまあまあなんかいろいろ直接ありで、サイキックサーカスの幕を閉幕するわけじゃないですか。閉幕した時に、なんかその一緒にやれへんって言ってしたら、やこの先にね、メカエルビス&藤山パニックそんな歌しなかったけどびっくりしましたおっていうバンドですね、まあ、藤山パニックで実はですね、まあ、知ってる方は、ね、僕も参加するそう、うん、ことが相なりまして、ね、ドラム以外って何だったんだなんか歌も歌ってたっていう話もなんか俺そんなんいいんだそんな過去の話もカラオケでは俺歌ったのかいやいや、なんか本気で歌おうと思って上京したっていうのを、うん、なんかこの前これを見ててなんか誰かと喋ってる時にそうそのなんかラルカンのシェルで、ね、なんでアンドユもうそんなネタはいいからラルクの人となんか一緒に組んでボーカルをやろうと思ってきて違うあのね大阪で、うん、あのそれと一緒にやってた時期があったっていう、うん、でも自分があのボーカルでやっていけるわけがないってことに早々に気づいて、うんうん、そう、ね、今回やってもらうけどね歌うの、うん、歌ってその話全く知らなかったけど今決定したから、うん、これもうちょっと2曲歌ってね、ほんで、はい、ね、ミッキーが歌っているメンヘラ食堂、はい、はい、これが、藤山パニックの1枚目のシングルですか、これが僕は持ってるんですけど、思ってるだけです。そうなんですか。今のまだ思ってるだけです。MV があるんですよ、これね、はい、これぜひメンヘラ食堂でだからあの検索してくれたら藤山パニックでも出てくると思うけど、この MV を見てほしいです。 YouTube とか YouTube に置いてますこれね。あ、この間なんか送ってきたやつですね。そうぜひ見てほしいんですこれね、うん、究極のラブソングができました。まあでもね、まあ僕もちろん許可してるんですけど、ラブソングはラブソングやと思うんですよ、うん、あのメカエルビス的ラブソング、うん、これはこれでね、その世界観面白い、うん、そうだね、うん、あの、うん、褒めてしまったとしよう、うん、あんまりそんなだから面白がってとかそういうんじゃないですよ僕は。そんないや面白がっとるって面白がってるから、うん、でも捉え方があのあちょっとあそう切り口ね、うん、切り口、うん、そうこれよく言われますよ、ね、一応面白がっている風にも感じる人はいるかもしれない、うんうんうん、ただそれだけではないっていうのも事実。そうなんですよ、うん、その辺をなんか感じてもらうためにも MV をもう見てください、うん、ぜひ。だからある種死の世界に入り込んだら、うん、あのまあすげえグロく聞こえるかもしれないが、うんうん、あのピュアなところもあるかもねっていう。まあね、ねでもな、まあ、例えばだからその安倍総理事件とかね、昔あったじゃないですか。あんなんだって、言わばだから、ね、ピュアですよね。そうピュアすぎたというか、そうね、行き過ぎるっていう、そこに近い感覚は。まあ僕はそういう気持ちで書きましたけどね、これはね。今、うん、あれ、今、取ってつけたんじゃなくて。ね、違う、本当にその、でもその感覚ちょっとわかりますよ。うん、
なんかあれさら、なんかあれもだからそうね、それ、うん、そのものを自分でだから持っていたいっていうことですからね、あれね、あれね、そう、まあ、究極っちゃ究極、究極じゃないですか、ね、でだからなんていうの、あのそのつまりだからその、承認欲求としてのだからそのなんていうか、あのリストカットっていうのは気持ちはわかるけど、しかし承認欲求で止まってしまうと、それはなんていうか、ある意味だからそのうん、だからそれは承認欲求としては僕はだからなんていうか、あんまり認められないんですよ。だまあ例えばね、例えばだから僕がだからそのこうやって MV 作ったりとか音楽作るね、はい、マー君がだからドラム叩く、マー君やね、マー君がドラム叩くおね、なんていうの、ドラム叩いてる時に、うん、なんか知らんけどこの髪の毛がねうわーってこうなる風に計算しながら叩くとかね、うん、なんかやってるじゃないですか、そ計算しながらって思ってる、うん、思ってる思ってる、その通りでしょ、見抜かれてるしだやってるじゃないですか、うん、それだって僕は十分承認欲求やと思ってるんですよ、まあまあまあ、そう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 、世の中に対してのね、うん、うんうん、それから考えたらリストカットするなんていうのは何の努力もないじゃないですか、うん、うん、僕ら努力してるじゃないですか、だってそういう意味そう、ね、そうだってこれがどうなびくかということを日夜考えてるわけやから、日夜考えてますまあ結構考えてます長島がだからそのまま何バッカラフレした時にどうやってたからがあのねヘルメットが飛ぶか長島と同じで褒めてるよね、褒めてるね、今日そうそう、ね、やっぱ一応あれやから、一応って一応あれや、一応って冠番組やからね、もう僕は褒めてますけど、まあ、長島ですね。長島で喜ぶね。いやいや、まあまあ、あの、まあ、ええけど。うん、ええけどって。CD をこんな形で出そうと思ってます。こんな感じで。まあ、とりあえずなんかデモトラックで、うん、ちょっと、マタロ君はちょっと6月ぐらいからこう本格的にっていうふうに思ってて、はい、それまで2人でちょっと、なんていうか、弾き語りでもないけど、なんかこう。2人でパニックっとくわ。パニックっといて、ちゃんとパニックの、土壌ができてから、まあ、新しくまたパニクル、マークの投入っていう感じでパニクル、さらにパニクってもらうっていう感じで思ってるんですけど、はいはい、当面この CD を出そうと思ってるんですが、これね、こんな感じなんです、ここタッチミーって書いてあるんですけど、ここちょっとタッチミーってね、タッチヒア、タップヒアって書いてあるんで、はい、これでこうやったらね、これちょっと分かるから分かりにくいかも分からんけど、ここはだからなんていうの、 LED で光るんですね、これ、うん、はい、これもうこれを、まあ、これを思いついて、まあね、ほんで、まあ、今日の朝来たやと思った、もうもうこれすごい面白いんですよ、これ、うん、これね光るわけです、こうやって叩いたらちょっとワンフレーズぐらい出たらいいのにね、あ、まあそこまではもうなんて、これだってもうそこそこ値段してるわけですからね、これだってこれ誕生日カードみたいな、そうそうそう、うん、これね、うん、この形で売ろうと思ってますけどね、1枚1300円ですか、こっち1300円、5曲入り5曲入りにして、うん、あの違う感じでね、うんうんうん、光って光って、うん、2枚一緒に買ってくれたら2300円、あ、下げるの、下げる下げる、うん、サービス価格、うん、これ割れてしまったらどうするの、ケースが、ケース割れたらただここ外してあの自作グルーガンで作ってくれたらだってさグルーガンで自分でつけてください、うん、っていうことね、もうでもこれなんていうの、あの秋葉原売ってるんですけどね、これね、そうそう、売ってるんだけど、でもまあこのアイデアはもうね、あのなんてここでもう証拠として僕が一番初めにやりました、これね、誰も真似せんと思うけどまあまあ俺もそう思う、うん、まあ僕にはぴったりですよ、これね、僕の頃にぴったりです、ぴったり、まあまあまあ、あのキャラクターですから、メタですからね、キャラクターもね、はい、もうほんで LED で光ってますから僕もね、そうですよね、そう、はい、あのまあまあこれもミッキーにもぴったりですよ、うん、光りました、ほんまか、まあ、あそういうことよ、これがまあまあ発売とか未定ですよね、まだね、まあちょっと、あ、もう3月21日にもう発売するんですか、そこでだからもう、うんうん、売ろうと思ってますけどね、大阪でやるんですけど、売ろうと思ってるだけでまだだって3月30日に吉祥寺でやるんですけど、うんうん、その時にはもうこれ
気になるの手元に届くかもしれない絶対発売決定頑張ります頑張る2月発売3月発売2月って言ったらもう3月発売ね3月あ、まあ他にもめちゃくちゃ面白い曲あのいっぱいあるのであ、ほんとありがたいありがたい本当にそんなことちょっとね、歌詞面白いですよやっぱほんともうあのここでまだね言えないけど一度ねちょっと軽く合わせた時にもね、うん、あの、うん、なかなかなまあ歌詞をね、なんか歌詞の世界観というか、うん、それをちょっと今回はちょっと極めてみようかな、はいはい、極めてみようなまあだからどんな偉そうになるかというか歌詞の世界観をだからまあ、うん、いわゆるだからそのなんていうかライブハウスでないと聴けないですよだからインディーズないとだから手に入らないですよみたいな、うん、なんかそういうニッチなところをちょっと僕は今回やってみたいわけですよ、うんうんうん、そういうことなんで、まあ、よろしくお願いします、うん、で、これが3月3月、21やんな21ですな大阪大阪その時に場所は、ビートインビートインアビコアビコビートインですほう、はい、アビコでね発売それで、東京は東京は、3月30日吉祥寺のあらねって覚えてへんスカラベスカラベスカラベってスカラベでねあの発売なのでね、あのライブと同時にその音源も、ね、手に取ってそうです、ね、もう買っていただける台湾がねあのあれですよあの頭脳警察とかでギター弾いているはあはい、菊池さんはあはあはあ、うん、それもまた面白そうですね、うん、それは大阪も東京もいや大阪はねちょっと違うあのそまず、大阪はまたなんていうかあのすごい忘れたんでしょ違う忘れたんでしょ忘れてないとにかくそれは調べろと言ったんでしょ、うんうん、あの鶴瓶さんの親友ですね、うん、ドラムと木村さんって言ってね、うんうん、僕も大好きな、うんうん、その人のバンドとバンド名はね忘れたんでしょ調べろと、うん、知りたかったら調べろと、うん、なんかもう有名だからね、もう大丈夫、うん、大丈夫まあまあ、あのそういったメンツでねあのそういうイベントが大阪でもありますアビコの、うん、何でしたアビコ、ビートインビートインでね、うん、ありますのでそちらもねあの、うん、ぜひ行っていただきたいと思います、うん、じゃあもうね、あの最後になりましたけども、うん今後のその方法、ね、予定というかもう終わるなそうですよあそう十分喋ったし、十分宣伝したよ、光ったし、うん本当に今までやったことないパニクリのもう嵐で、うん、リハからも本当にこれもすごいやったことなすぎてもう絶対もう今後はこのパニクリフィーバー来ると思うのでくる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 と思うよ、うん、歌詞も歌詞は面白い本当に、うん、曲もいいしもうあとパフォーマンスとかも絶対見て楽しんでください、うんいいですね。ね、まあ、締めのじゃあご挨拶はないですか。そうですか。そうですね。まあ今回だからいろいろあのやりたいことがまあ見つかったというかね、本当にそれの、はいうん、メンツも揃ったという感じで、うんうんまあそういうなんかこう、ニッチでキッチな形を、はい、で、フジアンパニック頑張っていきますので。はいぜひ応援してください。よろしくお願いいたします。ああいいですね。うん、じゃあね今後まあ僕もね参加していく日が来るとは思いますのでね、うん、あのその時にはぜひね、はい、楽しいライブ、うん、ね、ヘラ食堂生ドラムで演奏したい、ね、そうですね。はい、それもぜひ見たい、うん、ね見ていただきたいと思いますのでね、はい楽しみにしていてください。はいといった感じですね。あの今回、もう終わりなので。はい、とととと帰っていただくということでねでも、まだ時間あんまりもうええっちゅうんだからもうええからね、うん、じゃあ魔界転生ね、この辺でお開きにしますはい、今日のゲスト、今回のゲストは、藤山パニックから、メカエルビさん、そしてミッキーさんでしたありがとうございました、はい、どうもありがとうございますTokyo Borderless TV